こんまるー、サッカー大好きです、イネーさんこと大丸さくら子です、よろしくお願いします。さあ本日は、欧州リーグ開幕戦、やったーやったー、サッカーのある生活が戻ってくる、いやずっとあったんですけど、ヨーロッパサッカーのある生活が戻ってくるということで、ブンデスリーガが本日開幕ですね。この後プレミアリーグも開幕いたしますし、ラリーガとかもね、リーグワンは明日ですかね、続々と開幕しますけれども、それの開幕戦ですね、フランクフルクト対バイエルンミュンヘンの試合を同時視聴していきたいと思います。やったー、いや、とんでもないカードを開幕戦に持ってくるブンデスリーガ。前年度昨シーズン王者とヨーロッパリーグ王者という素晴らしいカードですね。で、フランクフルトには鎌田大地選手、そして長谷部誠選手が所属しているということでございます。30分遅れで、4時キックオフになりますね。プレミアリーグの開幕戦、クリスタルパレス対アーセナルの試合は、もう、まあ、気にしつつ、そちらは冨安選手が所属されておりますので、ちょっとね、スタメンとかを見てないんですけども、気にしつつ、こちらの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。そんな感じで、このチャンネルはサッカーを中心に同じ試合を見て盛り上がろうという同時視聴配信をしています。気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。で、高評価ボタンもね、もうすでに押してくださってる方、本当にありがとうございます。11人の方、ありがとうございます。ぜひ、配信楽しいなと思っていただいたら、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。はい。で、この配信がね、始まったよっていうツイートも先ほどさせていただきましたので、拡散のご協力もよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、間もなくキックオフですけれども、こんまるです。ボケンセさん、待機ありがとうございます。リオさん、サンダルフォンさん、Welcome! Thank you! Good morning!グモーニー、フローさん、サムオンさん、福川亮さん、フランシスコさん、よろしくお願いいたします。フランクフルトのサポーターの歓声がすごい。そうですね、もうさすがブンデスリーガのね、サポーター、特にね、フランクフルトのサポーターやっぱめちゃくちゃ熱いでございますよね。ヨーロッパリーグの時も本当にどこの国で試合をやろうがその街を白で埋め尽くすという、何万人の大行進が見れるフランクフルトです。この間もね、どこだ、試合やってた時ですね、発煙筒がバンバンに焚かれて会場真っ白になってましたね。鎌田くん2ゴールのやつ、カップ戦ですね。楽しみでございます。鎌田はレアル戦に備えてってことですかね。どうですかね。まあ今日はベンチスタートということですけれども、まあ鎌田くんが主要選手なのは間違いないと思いますので、まあ途中のどこかで投入されるのかなっていう感じですね。バイエルン戦はね、重要な試合だと思いますので、フランクフルトにとっても。マネマネ元気マネ元気してる、ドイツどうドイツ大丈夫、やってけてる、マネ元気さあキックオフはマネのキックから始まりました。ただいまキックオフです。ね、昨シーズンまでリバプールで ご活躍だったマネがね、バイエルンで楽しそうにしてるのを見るのは嬉しいような、切ないような。移籍ってそういうものなんですね。さあバイエルンボールでミュラーのクロスはコーナーキックになっております。
フランクフルトのゴール裏真っ白ですね。キックオフのタイミングでみんな煙を焚いておりますので真っ白ですね。さあ、キミッヒがコーナーキックを蹴ります。まあ、バイエルンミュンヘンはほぼほぼドイツ代表みたいなところありますから、ワールドカップでねドイツと対戦する日本からしてもバイエルンのメンバー研究しとくに越したことないというか、久保スタメンのバスクダービーはチェックします。ちょっとチェックしたいなと思って、コーナーキックはちょっとゴールから距離を置いたところにおります。ゴール前のマネヘディングで合わせていきました。フリーでしたけれども枠の上。そうなんです、あれって日本のサーバーでも YouTube 見れる感じなんですかね。そうそうそう、竹内さんのね、しかもクスターティングメンバーですので、ソシエダの試合も見たいなっていう気持ちがあるんですけれども、まあね、開幕戦はお祭りなんでね、お祭りもやりつつ、ソシエダはね YouTube で試合は、はい、ムシアラ君のドリブル、あー足引っ掛けられましたけどファウルはありません。キーパーにバックパスしてからのロングボール、ウパメカノの処理、トラップからロングボール、うーん、間違いノイアね。さあ開始3分、押してるのはバイエルン、早い時間からの攻撃的な試合展開。あぶね、中盤でのボールの奪い合いですが、抜け出してムシアラ君のパス、ニャブリが引っ張られました。フリーキックを獲得しますバイエルン。ムシアラ君はねさっき足引っ掛けられたところの話をもう一度趣旨にしに行ってます。さっきのファールだったんじゃないですかね。まだ言ってます。はい、言った方がいいでしょう。こまるです。お茶さんいらっしゃい。試合って大変だ、大変だね本当に。明日のね夕方には桜子はサッカー中継のゲストにお呼ばれしておりますので、そちらの試合も楽しみでございます。フリーキックキッカーはキミヒ。今シーズンのブンデス得点王争いは面白くなりそうですね。マネも加わりつつ、わーわかんない、入ってんの、どうだったの、真っ白だったけど入ったみたいです。キミヒ直接フリーキックはゴール、ゴール、一体なんか外出ましたけれども、キミヒ先制点、開幕ゴール、素晴らしいですね。合わせてくるかと思いきやワンバウンドでゴールで、ポストに当たって内側のネット揺らし、なぜか跳ね返ってゴールの外にボールは出ていきましたけれども、真っ白です。ちょうど、ちょうど真っ白でしたね。うん。月より鎌田の序列低いってこと？いや、ちょっとどうですかね。鎌田くんの序列が低いだちょっと、前回のね、こないだの試合を見てても思えないんですけれども。いやー、霧がすごい。いや、
発煙筒でいいのかな、あの煙を焚いてます煙を焚いてます。フランクフルト名物、サポーター名物で白い煙を焚いてますね。あれだって本人たちも見えてないでしょうねゴール前煙で真後ろで見てる方はね。That was first 早かったで、 Congratulations Bayern for with the Bundesliga again。 さノイヤーからの虫やらくん、ニャブリのシュートを弾いて、いや早い攻撃ですね。変わってフランクフルトサイドチェンジ、ここ引っ掛けて、とすごいトラップ。デイビス仕掛けていきました。これゴールキックなのかな。攻守早いですね開始6分ですからね。おはまるです。ボボさんいらっしゃい。英語下手でごめんね英語下手でごめんね。英語で勉強中ですね。いやそんなに勉強してないな。いいよ、ニャブリシュート、わー、枠の右でございました。強い言葉を使うと、うちのチャンネルのとても優秀なモデレーターさんたちがスパスパ切ってっちゃうのでお気をつけください。ヒロさんおはまるです。いらっしゃい、ゆっくりしていてください。さあスローインからトラップ、こぼれたところウパメカのクロス、三浦全然フランクフルトちょっとなかなかボールが持てないですけれども、バイエルンの攻撃の速さすごいですね。ウパメカノがね、あんな高い位置からゴール前まで侵入してくるなんて。さあキミヒ倒されました。フリーキック、ちょっとね後ろから足いっちゃってますかね。距離ありますので、早いリスタート、右出てた、バイエルンの選手スピードね、みんなみんなありすぎです。センターバックがあんなスピードで上がってくるんだもんな。フランクフルトボール持った時、バイエルの前からの圧がものすごい、すごいですね本当に。さあコーナーキック、ファーサイド、おー合わせて三浦、こぼれ球にパワーール2点目、うわー容赦ねー容赦ねー。10分で2得点。これもコーナーキックからですね。セットプレー続けざまに得点。ミュラーのボール弾いたこぼれ球にファバール。
うわー、右足シュート素晴らしい。前半10分に0対2、あ、いいよ、そう、左展開して、うわークナウフシュート打ちたかったんですけれども、いや、フランクフルトはもうサッカーさせてもらってないですね、全然ね。バスクダービーはソシエダの、おお、どうだ、入った、コーナーキックからの流れでしたけども、うん、いいコーナーですね。ヘディングは、あー、クロスバー直撃、惜しかったですね、クナウフ。いや、惜しかったですね。あ、ゴール。キックからバイエルンボール。そうのところ打ってよかった。そうだね。打てそうな感じしましたけどね。うん。クナウフもドルトムントのレンタル。あ、そうなんですね。さあ、バイエルンは、ボール後ろに戻して、うん。あ、コンマル、モトタンいらっしゃい。コンマルです。ヨーロッパサッカーが戻ってきまして、またヨーロッパ時間で生活する日々が戻ってまいりました。いや、泥酔しすぎなければね、全然終電で飲んで帰ってきても配信できるから良きですね。3時半キックオフはね、3時半4時キックオフは酔っ払って帰ってきても仮眠取って配信できるからいいですね。おっと、バックパスが乱れそうだ。うん、これノイアーがしっかり、うおー、処理して、そっから早い前線への、さあ、マネー、中、ムシャラ君シュート、どうだ、サイドネット。これも、ペナルティエリア内でのファールを主張してます、ムシャラ君。ノイヤーからの早い展開。カーンが映ってますね。バイエルンのフロントのおじ様方。ノイアのパントすごすぎでしたね。ちょっとピンチかなって一瞬ね。パス乱れて危ないんじゃないかな、ゴール前って思ったら、もうそんなの関係ねえっていう感じで、チャンスに変えていきましたね。おはまるです。村寺さんいらっしゃい。ゆっくりしていってください。ナゲスマンの坂初めて見ています。前線めちゃくちゃコンパクトですね。これも、ユリアンは試合中にいろいろ変えながら試合していくんですけども、開幕戦への思いの強さみたいなのも感じるゲームですね。マネ、マネ、ザビッツァ、トゥーレ弾いて、
コーナーキックです。わすごい、フランクフルトのピッチの周りにねあります、あの広告のバーが日本語が出ていてドキッとしましたね今。マネがマネマネマネしてますね。こんばれグーナーさんいらっしゃい。さあコーナーキック、トラップ弾いて、クリア。セカンドがバイエルン。ムシャラくん左サイドで、おっとゲッツェが倒されーの、うん。ノイヤーは、おいくつなんだろう ?38 とか?スポティービー契約してますか?まだしてないですね。そう、スポティーディミーで見たいの。アーセナルはね、アベマさんが見せてくれるから、スポティービーで見たいなって思うのは、多分ね、ブライトンぐらいなんですよね。三笘が見たい。ククレジャもね、チェルシーになりましたね。チェルシー。ククレジャ、三笘が同じチームのままブライトンだったらちょっと契約しようかなって思ってたんですけど、じゃあアーセナルがアベマで見れるなら、ええかな、みたいな。という気持ちですね。やだだ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 だ。さあコスティッチサイドでのプレイでしたけれども、挟まれてボールロスト。監督越しの監督、うわあ、横パスも、ニャブリのカット。いいですよ、それ奪って。リストロム。ああ、ファールありません。ボールつなげたいですね。オッケーオッケー。パワール、カット、コスティッチ、中入れて。そうからバックパス、トゥタ、トゥーレ、右サイド、クナウフ、これも戻し、うん、いいですね、丁寧にパスをつないでスペースを作る。クナフクロス弾かれ、フランクフルトね、敵陣でプレーができていますが、バイエルンのラインも下がらない。キーパーまで戻してトラップからクナウフ弾き返されます。もう一度トラップから長いボール、コスティッチ、あーいい、よくそこハットよくそこパス出せるな、コスティッチ。さあいいよ、クナフクナフクナフ、クロス出した、オッケー、入れ替わったよ。いや素晴らしいフォローでした、リュカエルなんです。よかったですね。ハリウッド版ワンピースのヘルメット役の人がノイヤー、ほぼノイヤーって言われて、本当に似てんの。ノイヤー顔をヘルメットにする?ノイヤー、ヘルメッポって、この、
まあ、最初に出てくるヘルメッポですから、構成前ですからね。親の七光で悪事を働くドラ息子役ってことでしょ。ノイア、そんな顔してるかな。こんばんは、途中参加します。ちょんぼぼさんいらっしゃい、来てくれてありがとうございます。ゆっくりしていてください。久保先発、そうですね、竹内さんもダービーに活躍してくれるといいですね。ちょっと、うん、桜子がね、あのソシエダの試合中継があるっていうのを知っ、あー、マネーオフサイドないですね、気にしてましたが。気づいたのが、この配信枠を立てて帰ってきた、あー、ノイアーが前に出てクリアだったので、ちょっとソシエダの準備をしております。準備は別になくてもいいんですけども、枠を立てられずでしたね。もうちょっと早くにしていたら、そちらの配信にしたかもしれなかったんですけれども、ちょっと気づけませんでした。気づいたのがさっきでした。さあ、セットプレーでしたけれども、早いスタート、クナフのクロス弾かれ、もう一度、うん、むしろ足引っ掛け、お、縦入ったぞ。ゴール前が硬い。さあ、マネとソウのニャブリ、ニャブリ、あー、あ、入ってない。うわ、ニャブリ抜け出してキーパーと1対1。上がってきたミュラを使いましたけれども、シュートしきれなかった。Good evening, good evening, welcome, thank you. ムシャラ君。左マネ。もも裏にごつい装着して、マジですか？練習中に筋肉系ですかね。でも、昨日の朝の写真とかではしてなかったような気がしますけど、キンキンで試合前とかに負傷したのかしら。すごいなんかね、めちゃくちゃシュールな写真上がってて、笑っちゃいましたね、竹内さんの。どこか。さあ、ファールないです。カットして。ゲッツェ。右。クナウフ。ちょっとね、フランクフルトをね、今シーズンは桜子追いかけていきたいんですよね、やっぱ。鎌田くんの活躍もありますから。ラリーが始まったらね、ソシエダ見ますけども、あとまあ試合先に、あ、そうか、フランクフルトが11月に日本に来てくれるからのツアーの広告ってことですね。日本語出てるのは。もうちょっと早くにね、配信あるって気づいてたら枠作ったんですけどね。悔しいな。さあ、マネ。ボックス内。うん。ミュラー、中のミュラー、ムシアラクに合わせるボールでしたけども、コスティッチ、ボレ落として、ゲッツェ。そう、クナウフ。
クナフ横ドリブルからのゲッツェ引っ掛けてローで、アーリンストロム抜け出したシュート、うわー枠外、枠外、いや、コスティッチのほんとパスすごいです。頭の後ろに目ついてんのかな。そう、ね、そういう日本の妖怪いますけど、もうそれぐらい、360度見えてるのかな、みたいなパス出しますね。いや、いいですね。虫アラくん、シュートー、うわ、こぼれたままで、いや、虫アラくんの素晴らしいシュートを、ナイスキーのトラップです。あ、その前に、フラッグ上がってますか？どこだ？マネのところか。あ、ちょっとミューラーに当たってんのかな？どっちも外して、いや、もうギリギリ、ギリギリポストとかがすごい当たりますね。ギリギリを狙ってシュートしてるんですかね。さあ、虫アラくんが前向いたところでミュラー拾ってサイドチェンジというところでしたが、これが流れていってゴールキック、フランクフルト前線へボールを送れるか。うん、パワール戻してノイヤ、リュカから縦、ちょっとトラップ大きくなります。センターサークルの密度がすごい。あー、来たー、マネのヘディングゴール、3点目、29分、マネゴールおめでとう。いやー、得点終わるかもな。マネおめでとう。ノートミヤス、あ、トミーはベンチ外かな、開幕戦。おお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 お、ユリアも喜んでますね。いや、マネもめっちゃ喜ぶやん。あれ、マネってゴールしてそんな喜ぶっけ。めっちゃ喜ぶやん。開幕戦はやっぱ嬉しい。あんなね、すごいガッツポーズして喜んでて、よかったですね。嬉しいね。もうね、桜子のマネの印象ってやっぱミスするとはにかむけど、ゴールしてもスンとしてるめちゃくちゃクールっていう印象ありましたけど、すごいガッツポーズしてましたね。
いや開幕ゴール嬉しいな。スパカップの時もめっちゃ吠えてたねえ。もちろんね、あのゴールして喜んだり吠える時もありましたけど、あでもやっぱバイエルンで笑顔多いなっていう印象はありますね。ドイツのが好きなんかな。わあ、おはまるけんじけんじさんいらっしゃい、ゆっくりしていってください。フランクフルトラインナップ、フーキャンフォローマネ&ジナビジ、キミヒのフリーキック、うん、ちょっとそれましたかね。ムシアラくんシュート多い。いいシュート、トラップがしっかりキャッチして、でロングボール前線にウパメカの弾き返して、にゃぶり落として、マネー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 、オフサイドの判定なのかな、ファールかな。あ、ニャブリってこう GNABY でニャブリって読むんだ。今シーズン、ムシアラの年になりそうね。ムシアラくんは、だいぶ仕上がってますね。コスティッチ、いいよ。リンドストロム、中。コスティッチ残し。うわザビッツはスタメン起用されるようになった。スタメン起用されてなかったんですね。おお、よい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 。枠内行ってましたね。ノイアキャッチしましたけど、キャッチ。さまね、倒されない、強い。ミュラー選んだ。うわー、ムシアラくん34分4点目、ミュラーからの優しいラストパス、ムシアラくん、もう足合わせるだけでしたね。いや、これフランクフルトきついな。いや、美しい。前線のラインが綺麗だ。マネ、ミュラー、最後ムシアラくん、奥にはニャブリもおりました。すごい。
ベ出るしかない。ちょっとフランクフルトを整えるしかないな、長谷部さんに出てもらって。あ、いいボール、頑張れ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 。バイエルンがコンパクトな分中央突破すごいされてるね。いや、ドリブル長いな、すごい。ミラ、うん、いや、デイビスのロングドリブル、コスティッチに持って前に運べるというようなタイミングでしたけど、ファール。このバイエルに3バックきついかもしれない。きついかな。うわあ。フランクフルトもメンツはめちゃくちゃいいんだけど、バイエルンが強すぎる。強すぎる。米倉涼子じゃない。バイエルンが強すぎる。開幕戦だってフランクフルトもすごい良かったんですよ、この間。フランクフルト前線にボールを送る、うーん、収めきれない。いや、ちょっとどうする、鎌田くん外で見ててどうしようって思ってるかな。鎌田くん見たいよね。キミヒからニャブリカットして、ムシャラくんファールですね。ムシャラくんはもうファールじゃないと止められないですね。あー、さあミュラーからニャブリ挟んで、まだミュラーパバール前、ザビッツァー、ムシアラくんゴルマ走ってきてましたけれども、トラップがキャッチして、ちょっとね落ち着かせてボールを持ちたいですね。フランクフルト、トラップからのフィード、いや、0-4 の状況から1点返すのは鎌田くんだったら熱いよな。ハーフタイム中はアーセナル見ようか、いやソシエダを見ようか。ドルトムントは 4-0 からの後半4点取られて、まさかの引き分けがあったので最後までわからない。 4-0 から4-4 になったってこと、すごいね。そんな前半と後半で別チームみたいな試合展開。さあ高い位置でボール取れました、フランクフルト右サイド。ああー、ちょっと見送っちゃったかな。オッケーオッケー、いや、カットされて、デイビス。うわー、波状攻撃。バイエルン後半失速する。このスピードでね、やってて、90分同じスピード、さすがに難しいという。
大丈夫、痛そうですが、うん、ローデがちょっと倒されまして、フランクフルトボール、フランクフルト、クナウフ戻ってきて CL に向けて万全かってなったけど、バイエルンの壁が厚い今日は役落としと考えたな払ってお払いしていただけど、こう開幕戦でバイエルンに4失点、これ以上悪いことはもう起こらないだろうみたいな。でもそんなにね、なんか気持ちが落ちてる感じはしないんですよね、フランクフルトに。4、前半戦0-4は想定はしてないと思いますけど、オフサイド。でもなんかまだキックオフ、うわー、抜け出してニャブリー、トラップ、収められなかった。混ぜ、いやー、お料理されちゃったな、フランクフルトもお料理されちゃったな、ニャブリに。いや、4-0 と5-0はちょっと違うんだよな。4-0 と5-0は違わないですか？桜子的にちょっと違うんだよな。4-0、5-0はちょっとね、ちょっとね、やっぱ気持ち折れるよな。容赦ない、容赦ないね、バイエルンだね。容赦ないお家芸やってますね。Stop it, Frankfurt is already dead, dead. リアル戦のために温存。いや、開幕前半0-5。バイエルはね、景気がいいですよね。ラテン系のチームなら4点差の段階で流します。そうなんだよね前半この時間に追加点ね、 4点差でさらに追加点をね、取りに行くのがブンデスリーガですね。一人一点とかさ最後ね、セットプレーにノイア上がってきて11点。おはよう、ドルトムントさん、いらっしゃい。うん、さあザビッツァー運んで、デイビスもすごいスピードで上がってきましたね。ミューラー横パス、あー、マネ、パバールのクロス、アディショナルタイム2分ですね。2分、結構しっかり取るね。2分あったらまた追加点あるかもしれない。2分もあるって思っちゃったな。この点差で前半戦で2分アディショナルタイムつける、いや前半だからかな、後半だったら切っちゃうかもしれないけど、前半だからしっかり時間を取ったのかな、主審も。そんなどころではなさそうな感じしますけどね。後半この点差だったらもうないもんね、時間ね。
さあ残り1分、せめてシュートで終わりたいですね。いや、これは後半どうしてくるかな。あと30秒、運べないな。いや、コスティッチももう前にパス出さないな。サイドチェンジ繰り返してクナウフ、さあここでホイッスル、前半終了、0対5。5点すべて別の人の得点。ユリアン大きいな。マネとあんな身長差あんのか。ユリアン大きいな。190ぐらいない？190、180あるな。185ぐらいあるな。体格良すぎでしょ、監督。全員違うスコアラー。いや、これロッカールーム激重じゃない？さあ、ちょっと、このハーフタイム中は、ソシエダを見ようかなと思います。アーセナルは冨安はスタメンじゃないにしても、ベンチ外なのかな、ベンチ内なのかな。コスティッチユーベ行くらしいけど残ってほしい。あ、ユーベ行くんですか。コスティッチいなくなったら相当きついんじゃないかな、フランクフルト。せっかくね、ヨーロッパリーグ EL、いや、チャンピオンズリーグね、いけそうなのに。とりあえずバイエルンさん、いらっしゃい、ゆっくりしていってください。前半戦すごかったですね。どんなに失点しても今年 CL あるしって考えたら精神保てそう。そうだね。あるよね。家にあの生ハムの原木があるしって思ったら、社会、厳しい社会を生きていけるのと同じように、どんなに失点しても今年 CL あるしって思って頑張ってもらうしかないよな。いや、フランクフルトのサポーターね、5失点でがっかりするかな。まあ、そのなんか特殊な訓練を積んでる人たちだから、フランクフルトサポーターってちょっと普通のサポーターと違うんだよな。あ、竹内さん、竹内さんいいよ、竹内さん、打っちゃ、フリーキックどうですか、ないですか、そうですか。痛かった、そんなに。お顔どうしたの、どうした。サポーター折れないよね、折れないと思うな。0-5でも折れないと思う。前半、開幕戦前半0-5でもフランクフルトのサポーター折れないと思うな。あ、結構しっかりテーピングしてますね、足裏。あたた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 た、倒れた先に相手選手の足があったっていう感じですね。これ痛そうだな。うん、今までででもソシエダのユニフォームが一番似合ってるかもな。膝がね、顔面に、そうね、膝入っ
膝入ってるほどじゃなかったと思うけど、膝あたりのねに崩れていきましたね。で、ちょっとメディカルスタッフ入りましたので一旦ピッチの外に出ますけれども、久保はさっき2人からのダブルスライディングを同時に食らってたのがちょっと面白いね両側からすごい。いやちょっとね、怪我は嫌ですね。昨シーズン怪我に苦しんだシーズンだったので、でもまあ怪我の時期があったのですごい、あの体格もさらに大きくなりましたし、怪我明けからさらに倒されない選手になったっていうメリットもありましたけど、まあでも怪我あって試合出場時間も減ってで、チャンスも減ったんでレアル戻れなかったみたいなところもあるし、一長一短ですがね、短しかないのかな怪我って、どうだろうな。うん、こんばんは。試合はダゾーンで見てますか？よくいらっしゃい。試合はダゾーンで見てないです。今ね、ハーフタイム中、フランクフルトとバイエルンの試合はハーフタイム中なので、YouTube で、レアルソシエダの試合見てますね。竹房。その、アーセナルって、トミーはベンチ入りしてますか？どなたか知ってる方いたら教えてほしいな。うん。自分で調べいって感じですけどね。竹内さん、狙われてる気がする。あ、でも笑顔, 笑顔でよかった。ちょっとサポーターに突っ込んでいったのか、ベンチに突っ込んでいったのかな、うん、会場の笑顔をさす。でも空気がすごいいい感じですね、ダービーにしては。このやっぱブンデスリーガの開幕戦の殺伐とした異常な熱気と打って変わって朗らかな感じしますね。ベンチ外、なるほど、ありがとうございます。バイエル圧倒的すぎて、やばいですね、やばかったですね。5得点全部違うスコアラーはやばいですね。あれを相手にせなあかんのか日本は。チップさんいらっしゃい、よかったらゆっくりしていってください。ソシエダ気になるのは、前日にエイバルとテストマッチやってて、シルバーそっちに出てました。あー、ダビドシルバー。うん、アーセナルはねアベマで無料でご覧いただけますんでね。レビーいなくても他で決めるから問題ないやつね。レビーいなくなったけど大丈夫って感じですよ。問題ありません感がすごいですね。エイバルと前日に試合やってて、今日も試合やってて、うん、うん、ね、お客さんもこんなに入ってる試合を、シーズンの前ってそんなテストマッチ立て続けにやったりするんだね。エイバルとの試合は現地では同じ日、1日2試合さっきやってたっていうこと。あー、じゃあ A チーム B チームみたいな感じかな。うん、
だこれは B チームなんかな。マネのバイエルのユニフォーム姿どうですか。ああ、お似合いですね。マネすごいね、楽しそう。もう生き生きしてますね。嬉しくもあり切なくもあり。竹谷さん、竹谷さん、いやー、オッケーオッケー。うん、あ、そうそう、サリバね、サリバ戦、うん、いいセンターバックですね。さあ、竹内さん倒されたところでソシエダのボール。キーパーからの長いボール。うん。いやー、開幕スタメンは厳しいかな。竹内さんどうかな。厳しそうだな、この感じだったら。45分。うん、いいよ。左サイド展開してクロス入るかな。あー、はい、あー、惜しい、セカンド取れず。ソシエダシルバがまだまだ健在です。健在ですね。まあ、90分間はね、やらないとは思いますけど。シルバの交代枠みたいな感じで、シーズン始まりそうな予感はしてますね。イサクもね、イサクも、エイバルの方でスタメンでしたもんね。ということで前半戦終了、1対0でしたね。で、まだ試合は始まってないかな。アーセナル見ようか。アーセナルを、うん、見ようかな。アベマ、アベマ、アベマ。ジンチェンコもめちゃくちゃいいですね。イサクとシルバ怪我明けだからスタメンあると思ってる。あー、なるほどね。怪我明けの2人は開幕戦ではぶつけてこずに、竹下のスタメンもあるかもしれないと。いや、でももうフィットしてんじゃないかな。それだけ試合出てたらどうだろうな。新戦力だからね。でも言って、竹下が新戦力スタメンパターンなのか、自己紹介パターンなのか、手堅くいくのか。うん、アーセナルはどのチャンネルでやってるんだ。スポーツチャンネルかな。ライブ、違う違う、どこだ。あれ、どこでやってる。これさ、アベマのさ、あの番組表って見るの難しくない。なんかあの時間軸がポコポコずれてっちゃうんだよな。スポーツじゃないのか、スポーツじゃないのか。なんかスペシャルみたいなチャンネルなのかな。プレミアリーグっていうのがあるんですか。プレミアリーグ、うん、プレミアリーグ、プレミアリーグなんてチャンネルができたんですか、新しく、うん、プレミアリーグ専用の欄があります。あ、本当だ、麻雀の隣に。わー、すごい、こんな、へー、ほんと、ちょっとどこだ。
すごい。再放送もあるんですね。すごい、こんな欄ができたんだ。0対1、アーセナル先制。今日の久保くんのスタートポジションだとシルバーとの併用もありかと思います。そんな感じかな、やっぱシルバースタメンで途中60分から竹房とか、あれ声優と夜遊びになっちゃった。どこ行ったのさっきまで見れてたよね決定ボタンを長押しでチャンネル一覧。いや、あ、ちょっと、あ、アマジャンにちょっと、あ、これかな、あ、オッケーオッケーバスクダービー出るってことは割と期待されているのでは。いやでも1日2試合の2試合目だからな、バスクダービーは確かにね大事ですけど。え、何？すごいブーイングじゃん、トーマス。うん。別にトーマスに限らずなのかな？なんだろう？ジンチェンコ。ガビくん、ガビくん、ジンチェンコ、立て。あー、ジェズス。バー、強い。強い、怖い怖い。イギリス夕方なんですね。このなんか空の感じで試合やってるの珍しいですね。なんか夕焼け珍しくないですか夏の4時キックオフはこんな感じなんだ。ザハのシュート、いいね。アイエウ。クリスタルパレス。鎌田、レアル戦のために温存。後半戦始まりそうですか？もしかして。戻った方がいい？現地19時ぐらいかな。冬、ね、だったらもう真っ暗。真っ暗ですけど、夏だとこんな感じなんだね。始まってる。あら。ちょっと戻りましょう。アーセナルは1点リードしてて、後半の40分あたりでしたね。フランクフルト3人交代。さあ後半キックオフ。これは、うん、早送りした方がいいかな、いいのかな、これがリアタイでいいのかな。47分50秒、これぐらいかな。で、ボレ、リンドストロム、ローデを交代しているということですね。バイエルンは交代なし、フランクフルト3人交代。レンツ、コロムアニ、ヤキッチが入ってきていると。で、鎌田くんは入ってきてないですね。誠さんも入ってきてないと。
あ、いた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 。うん。コーナーキックいいんじゃないですか？さあ、フランクフルトのセットプレイ、コーナーキック、コスティッチのボール、ニアサイド、いいよ、ゲッツェ、あ、いい、速いボール、コスティッチのグラウンダーのボール弾かれてスローインにはならない、残っておりますね。バックパス、トラップから長いボール、収めてバイエルン、パバル早いタイミングでクロスが入ってくる、サビッツァー残して、ミュラーからニャブリ、ワンタッチ、これはゴールキック。さあ、後半5分経過して、バイエルンボール、ザネはベンチですね。コロムアニ、東京五輪の日本戦で一発退場になった選手。あ、そうなんですね。キミッヒからニャブリ、うん、これカットして、コスティッチ、おー、いい、ソーから逆サイド、クナウフ持ち上がって、ゲッツェとクナウフ、クナウフクロス、コーナーキック、すごい角度のカメラ、隠し撮りみたいな画質のカメラあったな。クナフ、ドイツの未来。さあ、発煙筒も引き続き焚かれております。コスティッチ、ニア、低いボール弾かれて、もう一度コスティッチクロス、ない、折り返しで、はあ、セカンド取れる取れる、あら、ホイッスル、オフサイドですか、よく見てますね、密集してるのに。ああ、まあでも完全なオフサイドだな。クナウト、デイビス、バチバチね、隠し撮り画質かな。いや、さっき隠し撮りみたいな画質だったよね。あの、なんかコーナーキック、コーナーにもう直置きしてあるなんかカメラみたいな、誰も操作してないコーナーフラッグの根元にカメラついてんのかなみたいな画質があって、カメラがあって、なんか珍しいアングルだったんですけど、隠し撮りみたいだった。、うん、隠し撮りのカメラのとかは見たことないけどね。佐藤ひたとが解説の時ちょくちょくマネとザネ言い間違えてて、今までは
違うチームだからみんな間違えてすぐ分かったけど、ついに同じチームになったから今後混乱した。それ言い間違いなんかな、見間違いじゃなくて、見間違いないかさすがに、言い間違いでマネのことザネって言っちゃうってこと。でもフォルムがね結構髪型違うから、おお、いい速さでコスティッチきた。うーん、そうですか、折り返しのボール、ムシアラくんカット、いい高っ、コスティッチ、ファールどうですか、コーナーキックか、ちょっと PK かなと思いましたけど。いや、やっぱコスティッチだけ状況の打開力が全然違うな。ケインもし来たらマネサネケイン。パッと見ね、パッと見めちゃくちゃ似てますね。シンクロしてたスライディング、うん、コーナーキック、何の音を今、なんかポイント入った、わわわわわ、ああなこぼれ球押し込みました、うわオフサイド、マジどっちゴール、あー折り返し、1点返した、どあちょっとわかんない、まだどう、ちょっと主審が笛吹いてますか、どうオフサイ、オフサイドかもなっていうのもありそうだね。ファールはないか、コーナーキックからこぼれ球押し込む、ヘディングで弾いて、あここがもうハンドでは、あこれがオフか、オフっぽい、オフっぽい、オフっぽい、うわーオフサイドじゃない、これオフサイドじゃない、オフサイドじゃないかなぽいよな、出てるんじゃない、ちょっとね、でもオフサイドかどうかを見るだけにしては時間がめちゃくちゃかかってますね。このなんかポイントみたいな音は何なんだろう。あ、はい。じゃあちょっとオフかどうかは、ザビッツァに代わって、フラーフェンベルフ。選手交代がありました。でもまだちょっと VAR 見てますかね。あ、ない。はい、ゴールでした。オフサイドありま、オンサイドでしたね。1対5。よかったね。1点でも返す、大事。4点差はね、やっぱり4点差違うからね。バイエルン後半失速する癖どうにかして、うわーね、やっぱ癖なんだこれ。選手も一人新しい選手入れ替えて、しかもあの新加入の選手なんですね。点差つきすぎて認められた、そんな理由ある。かわいそう、あれ消えてる、あれゼロになってる、ゼロになってるよ、得点なしだ、オフだ、やっぱりオフサイドでした、ゴールならず、おめこぼしもなく、点差つきすぎ認められもなく、しっかりオフサイドはオフサイドでしたね。ちょっとノイアーがファールっぽいのもあるのか、それで時間かかってたのかな。ゲローカード出てます。
エンリカにイエローカードということですね。うん。アヤックスの選手、この新加入の選手、18歳、CL に半自動オフサイドテクノロジー導入。そうですね。CL と、あとなんだっけ、なんか2大会、2つぐらいなかったかな。ねえ。ちょっと楽しみですね。どういう風な感じになるのか。テスト試合とかもやってるんでしょうね。もうね、いっぱい。テスト試合を見る権利とか、なんか視聴者的にはどのような風に見えているのかモニターするみたいな、そういうのなかあったらよかったの。ないか、視聴者側のモニターは必要ないか。うん、Hi Victor, welcome, thank you, good morning。ドルトムントにカバーニが入るかも。そうなんですか。さあ60分になりました。0対5。フラーフェンベルフはオランダ代表の次期エース、アヤックスからバイエルンに新加入。ワールドカップも導入されるから見る側としても慣れておきたいね。ワールドカップと CL で使われますっていうのだったのかな。クロス。デイビス。残すね。ゲッツェから前。この前に、この前に、ああ、いいよ、カウンター。いいよ。リュカ、ウパメカノ。キミッヒ来て、クロス逆サイド。取れる。いいよ、コスティッチ。あ、仕掛けて。あ、残して。いける。クダフ打っちゃえ。弱いか。バメカノさん強いですね。AI 使えば使うほど精度上がるから使ってない。あ、そっか、 AI だ。 AI なんだ、そのオフサイドのやつ、オフサイドテクノロジー。へー。じゃあ将来的にはもうオフサイドでなくなるわけだね。今のオフサイドだった、オンサイドだったって、こうやって我々が見てる側がさ、見てて、目視で見ててざわざわする時間がなくなるわけですね。全く、いや、このなんかね、ざわざわするのも好きだったけどね。今のオフかなみたいな、オンかなっつって、でちょっと自分のひいきチームの方に有利なように見えるからさ、いや絶対オフでしょみたいな、で試合終わった後もあれ絶対オフやったでしょみたいな。そういう文化なくなるわけですね。高い位置、うわー、マネ、ミュラ、ヤキチ、あー、コロムアに届かない。何、ノイア、マジ、どうした、おー、そんなゴール、コロムーニー、コロムーニー、すごい、これ。いや、ノイアーのね、守備範囲を逆手に取りましたね。すごい。
ノイアーのちょっとトラップが大きくなったの。全然うわー強い、いや強い素晴らしい。ここで行くフォワードいいっすね。いやいいっすね。いや見えてたね、ゴール。エンプティーゴールでしたね。ノイアーね、ちょっとミスね最後ノイアー手つかっちゃダメなのに手つかでハンドじゃん。あ、ザネ来たよ、テル ノイアー堂々とハンドしてたってことだこの点差ならではのミスなんかな。あ、ニャブリに変わってザネ。あ、ニャブリに変わってテルか。で、ミュラーに変わってザネか。テルは最近来た人。おお。17歳？じゃあ17歳って18歳入ってる今。4点差。スピードありそうな選手。あ、お互いなんだ。サネ、マネサネついに実現。マネサネが実現しましたね。あ、いいよ。よく奪いました。ムシャラクのところ。クロマニー、クロマニーキープしきれない。クロマニーキープする、すげえ強い。クナフ戻し、ヒッ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 。クナフ、クロマニーのキープ力っていうかフィジカル強すぎん。フィジカル激強フォワードやん。バイエルン中盤に17、18が3人いる。若い。若い。ちょっとフランクフルト的にはね、若い子出してきて、舐めてんちゃうぞみたいな。舐めてはないか。虫やらくんのあのプレイ見てたら舐めようがないか。クノフ、クロス、クロムアニー届かん。逆サイドキープできる。まだある、まだある。ヤキッチ。ゲッツェ。テルはカマヴィンガを抜いて、レンヌのトップデビュー最年少記録を更新した選手。へえ、カマヴィンガ、最年少デビュー持ってたんか。オッケーオッケーオッケー、いいよ。ゲッツェ。コロムアニがめちゃくちゃいいっすね。なんか、鎌田くんと一緒にやってるみたいんですけどね。クナウフ、戻し。後半のバイエルン、前半よりも静かになる。落ち着いてる。16歳でトップチームデビュー。高校1年生。
高2かな、高1かな。あ、いい流れで右サイド行けた。クナーフ打っちゃえ打っちゃえ打っちゃえ、持ってんねー、だいぶ持っちゃうねー。いや、めちゃくちゃいいパス来たんですけどね。このままに使ってほしかった。ねえ。めっちゃいいやん。めっちゃいい。このフィジカル強強フォワードめっちゃいいやん。おはまる!カンテローさんいらっしゃい!ミュラいないだけで違うチームになる。確かにね。いけるいける。サイドがね、だいぶなんか運びやすくなったんですけど、なんでしょうね、これは。オフサイド。タッチ割ってたのかな?スローインですね。あ、めっちゃ出てるやん。普通にめっちゃ出てるやん。え、コスティッチイエローカード、なんでなんで。あー、さっきボール蹴ったから怒られたんかな。笛吹かれた後にボール蹴ったからかな。え、コスティッチいなくなってほしくないな。一緒にチャンピオンズリーグ頑張ろうよ。うん、なんかちょっとざわついてますね。うん、さあファールありまして、フランクフルトボール、右サイドゲッツェ、ローデ、あれローデは交代か、トゥーレか。コーナーキックいいよ。ああ、速いボール弾かれてセカンドトリーノ、クロス、うわー、ちょっと精度、うん、ゴールキックと。お、歌い出しましたよフランクフルト。素晴らしい。4点差、後半72分、この声量のちゃんとが聞こえる。でも流れが良くなってるような気がするんですよね。ウェストハムもそうなんだ。コスティッチプレミア行きたいんか。デイビス本当は、デイビスすごいよね。速いし。守備もいいし、自分で、推進力もあるし、いいサイドバックですね。お、高い位置を奪った。うわぁ。うわ、マジマジ、うわ、うわぁ、マネ、マネ、うわ、ゴール空いとる。あー、ナイスキー、ナイスキー。トラップ、
トラップ大好き。キミヒからマネ、いやトラップ大好き。選手交代、えコステッチ変える、コステッチありどう、サイドバックなのにカナダ代表で10得点すごい攻撃的すぎる、うん、青足やな。デイビスあれじゃない、アシトじゃない、左サイドバック10得点はアシトじゃない、青足主人公やなと思ってみよう、アシトだと思ってみよう。あ、いける、いやカナダだとツートップの右とかトップ下やって、マジ代表ちょっと待って、そんな人いる、旗手レオみたいなこと、ちょいないな、ちょっと日本代表にいないな、代表でツートップとかトップ下やってて自分とこのチームでサイドバックやってる選手いる、旗手でさえそんやトップ下はやってなくない、まあでももともとフォワードで、でサイドバック転向してるから青足のアシトくんはね、そういうことなんかな、もともとフォワードやってて今バイエルンでサイドバックやってんのかな。うん、コロムアニいいよ、コロムアニ入ったらすごい絶対キープしてくれるもんな。あやばい滑った、アシト、アクナウからのクロスオーバーヘッド、コロムアニ、コロムアニ、あれあの人に似てるな、あのなんか手間がかかることをさ、いやそんなんこれでええやんっていう、あのあれ TikTok じゃん、 TikToker なんかなの動画の人いるやん、めちゃくちゃフォロワーいる人、ズラタンとこ、ズラタンと動画撮ってた、なんか昨日ぐらい、昨日一昨日ぐらい、あの人なんか名前全然知らへんけどめちゃくちゃフォロワーをおる人、あの人に似てる。キミヒ浮かせて、ザネ折り返し、打ったええのになんで折り返したん、楽しみすぎましたねいやマネやって、マネやって自分来ると思わへんかった打ったよかったね。ザネよくこれする、確かにね打ったよかったね、うん、アラバも代表だって中盤やってたし、バイエルンさんはユーリティ性が高い、バイエルンがユーリティ性を上げてくれている、コーナーキックからバイエルン逆サイド、マネ、テル、うん、デイビス、デイビスいいよ、デイビスいいよ、あーやっぱ視野広い気するな、頑張れ足と、君日から立て、うおー抜け出すマネ、うーんトラップキャッチしてクナウフ、縦いいと思う、
大外のレーンがね使いやすくなったんですけどね、うん、鎌田が見えた気がする。マジ鎌田くん80分投入。でもフランクフルト誰か準備してる。誠さんだな。誠さんだな。80分ね。鎌田くん出てこないか。あ、いいよ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 。いけるいけるいける。いける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 。コロマーニ絶対決めて。あ、ウパメカノ。ウパメク。ウパメカノも強いな。うんうんうん。イチゴを整えさせられるはずは。すごい。イチゴを整えさえも整えてくれる。おお、キミヒシュート。トラップキャッチ。バイエルン。すごいよね。えぐいよね。えぐいって。後半こんなに弱いバイエルン。体力かな。虫やらくんじゃない？わからへん。前半、まあ、前半とメンバーもだいぶ違いますけど。コロムアニの歌はもう、まあ、前半もねボレがこれやってたかな。そうそうそう、ワントップにかける負担は大きいですね。トゥータに代わって誠さんデリフト。後半スコアだけだとフランクフルトかって。確かに確かに。リンデルフに代わってデリフト、パバールに代わってマゼラビー、うん、え、そんなに選手交代できるんだっけ。 1,2,3,4,5、 あ、5人か。ザネ、マズラビー、この人もアヤックスから。アヤックス大丈夫？アヤックスは主力取られて大丈夫？さあ、変わって入ったマズラビーのシュート。枠上でしたけれども。いいですね。いや、ボール持ててた間に追加点欲しかったですね、フランクフルトは。またちょっとバイエルンが押してる時間になってきたよー。ムシャラくん、ムシャラくん、うわー、2得点ムシャラくん2得点。いやー、誠さんも整えられなかったなー。いやー、整え、ちょっとね、危なかったねー。ファールもね、ファールも、を、しないようにね。何その指。いやー、やばいね。
アヤックスは取られても取られても選手が湧き出てくるぞ。どんな泉すごいな、アヤックス泉。アヤックスは代わりにバッシーとコンセイソンを獲得する予定。ムシアラ取られないようなボールコントロールはかなり上手ね。本当に素晴らしいバランスでしたね。柔道の体重移動みたいな。あー、うわー、ザネ、テル、テル、4人囲まれ、あ、いいよいいよ、あいや、もうできることないっすよね。交代も 1,2,3,4,5 全部使ったし、監督は祈るしかできないよ、もうこの時間。選手交代全部使った後にさらに追加点取られるってなかなか苦しいよな。誠さん、日本戦に、おそらく日本戦に出てくるであろう、ムシアラ。ムシアラくん出てくるね。出てくるよね。長谷部さんからのボール、そこでオフサイドだったのかな。85分、残り5分。ザネ、ザネ、シュート、うん、跳ね返ったボール。アーセナルも同時視聴してる。アーセナルはあのハーフタイム中に見てましたね。この試合が終わった後に見に行くかなっていう感じですね。ソシエダも見たいので、ソシエダ終わって試合中、この試合が終わってソシエダ見て、でも竹内さんも交代してんのかな見て、でアーセナル見てって感じですかね。バスクダービー、トレーニングマッチなのに退場者出るぐらい熱くなって、さすがダービーです。どっちが減っちゃったんでしょうか。また後で見ましょう。超人集団、ワールドカップで戦う日本ね。え、もう歴史的大敗するかもな、ワールドカップ史上。2桁失点とかあるかな。やだやだ、ないない、そんなことないよ。たけさん、まだ頑張ってる、まだ出てる、ありがとう。さあ、バイエルンのコーナーキックですね。真っ赤に染まってますね、バイエルンサポーター側。ファーサイド、その前にファールありましたと。フランクフルトボール。サイドでタッチ終わってます。あ、鎌田くんもう頬杖ついて見てますね。交代したコスティッチを映したかったかな。
バイエルンがちょっとパスをつないでボールを保持してます。うん、さあフランクフルトボールになりそうだったんですが、ファールですね、その前のところで。バイエルン、もう後ろでパス回しつつ時間も見つつって感じですかね。ラインもね、だいぶフランクフルトは引いちゃってる感じですかね。ムシアラくん下がってきてボールを受け取り、あ、ここカット、しかもファール、フリーキック。フランクフルトボールになりましたが、時間がね、もう90分ですね。アディショナルタイムある？ないです、ないです。1対6、試合終了。ブンデスリーガ開幕戦勝利は昨シーズン王者バイエルンでした。久保75分で下がりました。あら、竹内さんも交代ということで、時を同じくしてすごい、ムシアラ、キミッヒ、パバール、マネ、ムシアラ、ニャブリ、ムシアラ、すごいですね。コロムアニ、すごいですね。いや、マネが元気そうで楽しそうで何よりでございました。よかったね。ドイツ好きなんだろうね。いや、ユリアン素晴らしいです。さすがの采配、開幕戦の重要さをよく存じ上げている。あれ、キミッヒと誰だ、ゲッツェか、誰だ、ちゃうな、ゲッツェかな、代表で一緒っていうことかな、だからお話ししてるのかしら。まあまあまあ、でもやっぱ開幕戦はお祭りなのかな。あら、ミュラーにも声をかけに行く。レバンドフスキーなくても全員で点取ればいい、戦法炸裂ね、得点力衰えず。いや、もう、あら、あら、かわいい。かわいい。めちゃくちゃ、これデイビス？めっちゃご機嫌じゃない？かわいい。いよいよアシトじゃん、あれ。かわいい。デイビス、あんのタイプなんだ。かわいい。めちゃくちゃ踊ってましたね。ということで、試合終了と。いやー、やばいね、バイエルン。そしてドイツ代表って感じですかね。ちょっと一瞬ソシエダを見て、でアーセナル見ましょう。ソシエダは竹さんも引いているということなんですが、退場者出たっていうのをちょっと確認しようかな。バイエルン一の陽キャマジ。バイエルン確かにザ陽キャみたいな人いなさそうだもんね。デイビスだな。サイドバック陽キャやといいですよね。長友みたいな感じなんかな。スキップ、あれ終わってる、試合終わってる、やってる、なんか
やってる？うん。審判よくわからない判定だった。あの、レッドのとこですか？あれ、やってる？映んないよ。よいしょ。あ、映った映った。80分ですね。残り10分か。で、どっちが少ないのかな ?1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8。ソシエダの方が少ないのかな？シエルプレイオフでモナコ対ユニホンの可能性が出てきたので、南の町だという組み合わせが実現する。あ、そうだね。そしてリコ退場。あー、そうなの？そうか。ドグソなるほどね。お、で、選手交代。いや、ちょっと波乱ですね。アーセナル見ようかな。いや、開幕戦どうなるかな。まあでもどこかで出場のタイミングは来そうですね。アーセナルはスコア変わらず0対1のままで70分。おー、入れ替わり？ナスさんなんだ。シュート7本？ 7 本6本。おはまる、コメちゃんいらっしゃい。コメちゃんさん、ゆっくりしていってください。リコは相手選手の顔を手で払ったプレーで退場。肘が入ったのかも。なるほどね。ザハ、ザハシュート。今から福岡から東京に、あ、そうなんですね。道中お気をつけくださいませ。お仕事かしら。東京はコロナの感染者が増えておりますのでお気をつけくださいませ。あ、飲水タイムがあるんですね。イングランド暑いのかしら。アルテタが指示出してますね。これに勝てばアーセナル1位ですからね。プレミアリーグ暫定1位ですからね。今も1位だけどね。
予約した時、ああキャンセルもね大変ですもんね。お店も困っちゃうしね。アーセナルとパレスもロンドンダービー、あ、そうか、クリスタルパレスもロンドンのチームなんだ。ソシエダの方はビルバオが1枚上手な感じも、あ、そうなのね。うん、選手交代。デュクレに代わってミルボエビッチ。川崎フロンターレの応援に、ああいいですね。75分出た1位。ソシエダ下部の子たちも結構入れてくる。もう選手交代ね、さっきもしてました。若い子入ってきてる感じだった。でもね、あのリーグ戦じゃないからね、やっぱ試せることは試せるだけやらないとね。下部の子たちにもチャンスを。お金いっぱいあるチームはそういう、うわーい票のしないのかな。おー、どう？ PK ないね。ファール。待てた。待てた、ファール。ガブリエル倒されてですね。うん。あ、クリスタルパレス監督この人だったな、確かに。うん。レジェンドが今監督してるんだ。そうなんだ、ハーフタイムで立て直したんですね。うおー、うまい、ザハー、ザハうまい。ハールなんだ。強い強い、うまい、ドア。身体能力がもうバチバチ強いのを感じるな。フリーキック、おー、伸びてファー、折り返しをクリア。うん、スローイン、早いスタート、前線に送ります。ガブリエル跳ね返して、トーマスから腕ご、ファルありません。うわー、ロングボールでザハ、うーん、ここを
ホワイト処理。あ、ベンホワイトイエローもらってんのか。じゃかもね。あー、いいですね。なんだっけ、何理論だっけ、竹下が言ってたやつ。ベルナウド・シウバ理論か。やってたね、えぜ。待ってた。ザッハ？アイエウ。ジンチェンコ。ガビ君のフォロー。アイエウ。ホワイトの負担でかいかもね。ザハ止めんといかんのね、大変だな。アセラ行って守りきり、そうだね、守りあと10分、うわ長いな。行って守りきるには、今の勢いのクリスタルパレスか、行って守りきるの長いな。ザハマンチェスターユナイテッドでデビューしたての頃、セレッソとマンチェスターユナイテッドの試合に出場して得点して、そうなんだ。あいえう、あいえう。はぁ、こぼれ球。ええー、ぜ。ザハに通る。あぁ、ホワイト。抜かれて、逆サイドクロス。うわー、すごい、めちゃくちゃいい流れ来てますけどね、クリスタルパレス。トミヤスいないからホワイトの累積の時がきつい。それまでにね、トミーが帰ってくるよね。もうだいぶね、匂わせはあるんですよ。アーセナルのツイッターアカウントとかね、トミーの写真出して、おえ何ファル、あーザハのマイナス折り返し、なんとかなんとか出して腕ゴール、はあ、ザハめちゃうまやな。そう、トミーの匂わせ結構来てるからね、もうそろそろじゃないかなと思ってますけどね。確かにちょっとなんだっけ倒れに行ってる感じはしますけど、ティアニー、エンケティア、ジンチェンコ代わり、あれティアに先復帰ってこと？ティアに復帰戦これは。そうね、あれ復帰戦、おかえりだね、おかえりティアに。ジェズス、ジンチェンコジェズスに代わってエンケティア、ティアニー、エンケティアニー、うん、そっか、ティアニーのが先復帰か。やっぱね、トミーもそろそろですね。そろそろトミーですね。いや、いやでも、焦ってはいけない。焦ってはいけない。うわー、いい縦入るな。反転して。アイエウ、戻して。オッケーオッケー。
お、マイボールできた。ティアニー、ティアニー、ガビ君から戻し、ガブリエル、ラムちゃん、ロングボール、前線、ティアニーガビ君、ジャーカ、トーマス、逆サイド、サカ、サカ、あー、はい、入った、マジ、シュートと思わなかったです。そんなに、そんな角度あった、サカ。いや、この時間追加点はめちゃくちゃ大きい、マジ、うわ、しかもクリスタルパレス的にはね、押してたからね、流れ良かっただけに、うわー、マジか。いや、ほんまに、いや、あ、なるほどね、クロスですね、やっぱりクロスがリフレクションだ、ディフェンダーの頭に、あ、オーンゴールみたいなね、オーンゴールみたいなね、ことですね。いやー、これは大きい。いや、ほんまにこの8歳の時にアーセナル下部組織に入団。あ、え、サカってそうなの？アーセナルの下部から上がってきた生え抜きなん？え、そうやと思ってなかったわ。そんなの思ってなかったわ。まあ、サカのゴールじゃなくて、グレイのオウンゴールの表示になりましたね。クロスが早すぎるからじゃない？そういうことね。早いクロスは入れると、そうなる、おー、マジ？エンケティア、エンケティア、出して、サカ、サカ、うおー、コーナーキック、今アーセナル、今アーセナル、いやー、今シーズンのアーセナルがマジで、マジですごい、攻撃力がめちゃくちゃ高い。あ、エゼに変わったのね、選手交代。いや、アーセナルは今シーズンも追いかけるのいいと思うねんな。トミーがね、出る出ない、出る出ない関係なくね、交代から来たね、流れがアーセナルに。サカはアーセナル一筋14年。マジ？そうなんだ。ちょっとなんか、アーセナルへの、こう、チームへの愛、あるって思ってなかったな、あんまり。いや、そんなことないんだけど。そうなんだ。そんな選手だったんだ。もう、もっとなんかね、エリートじゃないですけど、なんかと思ってたけどね、こんなに素晴らしい選手に育って、さぞ下部のスタッフの方々は誇らしいでしょうね。で、ずっと見てきてるサポーターも嬉しいでしょうね。サカはでも本当に年々良くなるからね。パレスにはきつい2点目ですね、本当に。流れ来てたからな。でもしっかりね、その流れがパレスに来てるところでしっかり選手交代していくっていうアルテタ、良かったんじゃないでしょうかね。
パレスもいいチームですが、今シーズンのアーセナルここ最近で一番くらいいい。そう、桜子優勝予想アーセナルなんでね。あら、ドロップボールですか？ 18 歳？エンディリュー。そうだよ、1点返せば分かんない。あと安心してパレス、開幕戦6失点してるチームもあるから。ザハ、ちょっとでも追加点の時間帯が相当効果的だったな。アディショナルタイム表示がないね。もうアーセナルホームのね、声の勢いは感じる。腕ゴールも走ってます。うん、ないのかな、アディショナルタイムは。うわー、いいよ、中入ってきて、クロス入った、逆サイド戻して、うん、ラスト、あさあ、バックパスだ、作り直し、キーパーまで戻します。パレス主審が笛を加えた。ベンホワイト、ボール外に出して、ほんで選手交代、ウーデゴールに変わって、時間を使うアーセナル。仕上げに来てますね。セカンドユニも可愛いね。あ、サンビくんね。ウーデゴールに代わってサンビロコンが。さあ、アディショナルタイム2分半経過しております。ボールはクリスタルパレスボール。ディフェンスラインでパスをつなげ、前線へ送るタイミングを伺う。ロングボールが入ってくる。サリバ君落として、いたー、ちょっと顔蹴られたかな。困る。アーセナルは3バック4バックどっちな感じ。4バックかな今日は。パクちゃんいらっしゃい。さあ、ファールでアーセナルボールっていうことですかね。ホワイト上がってきて、うん、あ、そしてここでホイッスル、試合終了、0対2、開幕戦アーセナル勝利、暫定1位。
素晴らしい。サイトによっては3バックみたいにもなってたの気になって、そうなんかな、3バックホワイトが1列前でみたいなのだったのかな。いや、なんかでもザハとマッチアップしてたから、ホワイトジンチェンコがサイドバックだったんじゃないかな。いやー素晴らしい。アーセナル強いよ絶対。怪我、誰かがね怪我してもカバーできる準備もあるし、怪我しないに越したことないですけど、でもこうね、神プレミアの過密日程を選手交代を駆使して、まあ、5人だし、あ、そうだわ、今シーズンから5人交代じゃん、5人交代プレミアリーグじゃん。いや怪我減る、怪我減るといいですね。素晴らしい、面白かったな。開幕戦面白いね。よいしょ。ということで、クリスタルパレス対アーセナルは0対2でアーセナルということになりました。フランクフルト対バイエルンは1対6でバイエルンですね。だいぶ大差がついて驚きの開幕戦。プレミアリーグこの試合を経て順位表はこちら。はい、一戦しかやってないんでね。プレミアは今日の夜ですねに試合があります。多分、今日の夜は0時からのモナコの試合を見ようかなと思ってます。ストラスブールプール対モナコだからね。エイジさんは出るか分かんないですけど、エイジさん、南野くんってことなのかなですね。シントトロイデンもね見たいんですけど、リーグワン見ようかなと思っております。でですね、今日なんですが、サッカー中継のねゲストに呼んでいただきまして、そちらの配信がございますので、ぜひ応援しに、桜子もねお呼ばれ配信なので、もういわばアウェイみたいなものなので、ぜひね桜子の配信にいつも来てくださってる方は桜子のことも応援しに来てくださるとすごい嬉しいなという感じでございます。栃木シティフットボールクラブ対南葛 SC のサッカー中継にゲスト出演いたします。ぜひよろしくお願いします。今年のプレミアはマンチェスターシティとアーセナルが中心で動きそう。そうだね、アセナ優勝してしまうかもしれない。そう、優勝したら予想当たって嬉しいですけどね。そうですね、夜はみのみのくんの試合見ようかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、そんな感じで、土曜日の朝ですね、早朝ですね、一緒にサッカー見てくれてありがとうございました。明日のブライトン漫遊って配信あります。いや、予定はしてないですね。桜子見れないから、プレミアリーグ。プレミアリーグさ、見れないからさ。ブライトンは、三笘見たいんですけどね。爪を噛みながら。南野くん、
じゃあ爪を噛みながら三笘の活躍を、スコアだけ追いかけます。ブライトン無料？ブライトン無料なの？うん。そう、プレミアはね、本当にアーセナルはアベマで見せてくれるからいいんですけど、ブライトンだけなんですよね。見たくて。どうするかなっていうのね。アベマもアーセナル以外の試合も見せてくれる時もあるのか。それにあれば見れますよね。ブライト無料、マンユーとの試合無料。あ、そうなんですね。ちょっと待って、明日のマンユーってどれ？マンユー、あ、これか。10時からのやつね。マンチェスターユナイテッドブライトンのやつですね。あ、いいですね。ちょっとでも、あれどうしようかな。いいですね。10時からこれ見て、0時から南野くん見るって感じになるのかな？かな？その流れでいきましょう。まあ、体力次第ですね。はい。体力次第というところで。見れるの嬉しいですね、アベマでね。うん、アベマでも見れるっぽい。栃木シティ対南葛、そうです、栃木シティ対南葛の試合が一番大事なので、まあ、これ終わった後どれほど体力残ってるかという感じですかね。イタリアとスペインは一周遅れ、そうですね、開幕まだ来週かな。うん、ラリーガの開幕も楽しみですね。開幕戦どこだっただっけ、ソシエダは。楽しみでございます。そんな感じで、今日もたくさんサッカーの試合ございますので、楽しんでいただけたらと思います。一緒に見れる試合はぜひ一緒に楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。赤ですね、ありがとう。カリスだ。こんな感じでサッカーの同時視聴配信をやっておりますので、もしね、気になっていただいたらチャンネル登録よろしくお願いします。配信楽しかったなって思っていただいたら、高評価ボタンもよろしくお願いします。高評価今何ぼかな？あ、39、ありがとうございます。ぜひね、今見てくださる方はみんな高評価押していただけると、またポチポチ増えると思います。 YouTube くんも喜んでくれると思います。桜くんもとっても励みになりますので、よろしくお願いします。はい、あ、今押してくださった方ありがとうございます。で、固定コメントもありますけれども、ぜひね、 Twitter のフォローもお待ちしております。そんなこんなで、これからお休みになる方、ゆっくりお休みください。また次回の配信でお会いしましょう。お相手はサッカー大好き泥酔姉さんこと大丸さくらこでした。Thank you so much! Thank you!
ー。